山の音、山の音、山の音は、川端康成の長編小説。戦後日本文学の最高峰と評され、第7回、1954年度、野間文芸賞を受賞。川端の作家的評価を決定づけた作品として位置、続けられている。老いを自覚し、ふと耳にした山の音を、四季の告知と恐れながら、息子の嫁に淡い恋情を抱く。 主人公の様々な無双や心境、死者の夢を基調に、福音兵の息子の大敗、出戻りの娘など、家族間の心理的葛藤を、鎌倉の美しい自然や風物と共に描いた作品。繊細冷静に捉えられた複雑な諸層の中、敗戦の傷跡が色濃く残る時代を背景に、日本古来の悲しみ、哀れな本の美しさが表現されている。山の音は、 海外でも評価が高く、2002年、平成14年には、ノルウェーブッククラブ発表の、史上最高の文学100に、近代日本の作品として、唯一選出された。山の音は、雪国や、千羽鶴同様に、最初から、気象転結を持つ長編としての構想が、まとめられていたわけではなく、1949年、昭和24年から1954年、 昭和29年にかけ、以下のように複数の雑誌に断続的に各章が連作として書き継がれた。各章の題名は、自然の風物に託した川端の新章が込められているものが多い。以上、冬の桜までの7回分をまとめたものは、1952年、昭和27年2月10日刊行の千場鶴に収録され、1951年、 昭和26年度読売ベスト3に選ばれ、1951年、昭和26年度の芸術印象を受賞した。冬の桜の続きの第8回以降は以下のように書き継がれた。以上、第1章、山の音から秋の魚までの全16章、全17回分を収録した限定版、山の音は1954年。 昭和29年4月20日に、ちくま房より刊行され、12月17日に第7回、野間文芸賞を受賞した。同年6月25日には、同社より普及版、山の音が刊行された。その後、1969年、昭和44年8月25日に新潮社より、刊行の、川端康成全集大発刊、千羽鶴、山の音、 全19巻本に収録される際に若干の訂正が加えられ、それが最終決定版となった。文庫版は岩波文庫、大文社文庫、角川文庫など刊行されたが、新潮文庫が最も重版している。翻訳版は、エドワード・サイデン・ステッカー訳、A 代、The Sound of the Mountain をはじめ、世界各国で行われている。 昭和24年7月末から昭和25年秋まで、東京にある会社に通う書老の重役、小形慎吾は、妻、安子、長男夫婦、周一、菊子の4人で、鎌倉に住み、周一も同じ会社で、補佐的な役を務めている。近頃、物忘れをするようになった慎吾は、去年の還暦の年に、少し拡血したが、診察も受けず特に支障はなかった。 しかし夏のある深夜、地鳴りのような山の音を耳にし、四季を宣告されたような恐怖を少し覚えた。最近では、友人たちの不法も続いてきた。周一の嫁、菊子はほっそりとした色白の娘で、菊子を見ると、シンゴは妻、安子の姉を思い出した。安子の姉は、美人で、少年時代のシンゴの憧れの人であったが、若地にし今はもうこの世にいない。 周一と菊子は結婚して、まだ2年足らずだったが、周一はもう他に女をこしらえていた。だが女ができてから、周一と菊子の夫婦生活が急に進んできたらしく、深夜、前にはない菊子の声を、慎吾は聞く。慎吾は菊子を不憫に思い、周一の浮気の秘密を知る会社の秘書、谷崎英子から、女の居場所を聞き、その家を、外から眺めたりした。嫁に行った。 長女、ふさは、夫、相原と不仲で、二人の幼子、里子、国子を連れて実家へ帰ってきたりしていた。そんな家族の鬱陶しい、厄介児の重苦しさの中で、可憐な嫁の菊子だけが慎吾にとっての窓であった。菊子もそんな修徒の優しさに親しみを感じていた。慎吾は時々、死んだ知人、友人の登場する夢や、 若い娘を抱擁する怪しい夢を見ることが多くなった。シンゴは、傍友の遺品の能面を預かり、その少女のような美少年の中性的な児童面の唇に接吻しそうになった。菊子への淡い恋情の気持ちを意識するシンゴは、周一と菊子が、夫婦だけで暮らした方がいいのではないかと考え、菊子に別居を進めてみた。 しかし、ートの温かさを日頃感じているキクコは、自分のことを暗示でいたわるシンゴの優しさに、すがっていたかった。別居し、たった一人で周一の帰りを待つことは怖くて、寂しいとキクコは言った。周一の浮気相手、キヌコは、戦争未亡人であった。周一は酔うと、キヌコや、その同居人の女性、池田に歌いと命令するなど、手洗いことをした。シンゴは、 周一が菊子のことを谷崎英子に子供だとよく言っていることを知り怒りに震えた。純潔な処女だった菊子をか論じ他人にも平気でけ世話な話をする周一の無神経さが慎吾には不可であった。戦地から帰った福音兵の周一はどこかで深いトラウマを受けた心の傷病兵であった。ある日、菊子は茶の師匠をしている友人の家から戻り、 慎吾が眺めている自動面を顔に当ててみた。顔を動かさないと表情が出ないよと慎吾に言われ、いろいろに生めかしい少年の脳面を動かすキクコの姿が慎吾には痛ましかった。キクコの脳面に隠れた小さな顔の顎から喉へと涙が伝って流れていた。慎吾はキクコが離婚の決意をし、自分も友人のようにお茶の師匠になろうかと試案しているのを察し、キクコにそう呼びかけた。 菊子はうなずき、もし、周一と別れても、お父様のところにいて、お茶をして行きたいと言った。菊子は、周一の浮気を知っていて、身ごもっていた周一の子を打退していた。このまま女との関係を続けるのならば、子供は産まないと、菊子は周一に言っていた。慎吾は周一を知ったし、苦言を言うが、その人工中絶費用の出所も、キ子の金であったことを知り、 息子の精神の麻痺と大敗に驚いた。しかし、慎吾は、自身もまた、同じような泥沼にうごめいているのかもしれないとも、思った。慎吾は、戦争未亡人の絹子が週一の子を妊娠したことを、谷崎英子から聞き、キヌ子の家を訪ねた。家には同居人で、同じく戦争未亡人の池田がいた。勤めている、要塞店から帰宅したキヌ子は、お腹の子は、 中一の子ではないと言い張った。すでに別れ話も済ませたと涙を頬に流しながらも、気丈に説明するきぬこに、慎吾はとりあえず手切れ金の小切手を渡して立ち去った。秋口となり、きくこが、再び妊娠した様子だと、出戻っているふさが言った。慎吾は、今度は、大事にして産んでほしいときくこに声をかけるが、きくこは、妊娠を否定した。ある朝、 慎吾はネクタイを結ぼうとして、結び方がわからなくなった。妻にネクタイを結ばせているとき、ふと昔、大学を卒業し初めて背広を着た日に、安子の姉がネクタイを結んでくれたことを思い出した。美しい憧れの人が死んだとき、その仏間に鮮やかな盆栽の紅葉があった。周一は、慎吾と電車で帰る車中、菊子は、自分の妻であるが、自由だということを、 お父さんから伝えてやってくださいと言った。ふさ子の夫、愛原は、女と心中事件を起こした後も行方不明で、ふさ子は離婚届を出していた。もしふさ子が誰かと再婚し、幼子二人を実家に置いたままにした場合、菊子に負担がかかると考え、慎吾は再び菊子に自分たちとの別居を進めた。菊子はやはり、周一と二人だけの生活が怖く、 シンゴと離れたくないようだった。シンゴは、周一がキクコは自由だと言っていたことの意味に、自分、シンゴからもキクコはもっと自由になれ、という意味があると思い、そのことをキクコに告げた。その瞬間、鳩が飛び立ち、シンゴにはその音が、天からの音に聞こえた。キクコは鳩を見送りながら、私は自由でしょうか、と涙ぐんだ。ある日曜の夕飯時、 一家七人全員が揃っていた。長女、ふさこが、スタンドの飲み屋でもいいから、小さい店を持ちたいというと、きくこも、女はみんな水商売ができますものと、店を開いたら、自分も、ふさこを手伝いたいと言った。慎吾は次の日曜に、家族みんなで、田舎の新州に出かけ、もみじを見に行こうと提案した。食事の後、座敷からカラス売りが、重そうに実っているのを見た慎吾は、 それを聞く子に伝えるが、食器を洗う音で聞こえないようだった。年齢は数え年だったが、作中の正月からは年齢の唱え方に関する法律、昭和25年のため、万年齢の年になる。階層部、山の音は、川端康成が数え年51歳の時に書き始められた作品であるが、50歳を境に急に作品の量が増え、 作家として充実した多作期に入っていた。この時期は川端の再生の自覚がもたらした実りの時であり、その時期の代表的作品となる山の音には川端自身の敗戦の体験、友人、知人の相次ぐ、死、1944年に片岡哲平、1945年に島木健作、1946年に武田凛太郎、 1947年に横光リーチ、1948年に菊池博士や50代という年齢的自覚などが執筆背景として大きく働いている。川端は山の音執筆開始の前年、数え年50歳を記念して刊行された前週の後書きの中で次のように語っている。また、戦後の決意として戦後作品に象徴させようとしたものを、 川端は以下のように表明しており、山の音を執筆する前の時期が悲しみの季節であり、哀愁の幾歳月の戦後の数年間だったことが監視される。なお、主人公の初老の男は、東京の会社に通う重役であるが、これは川端が1945年、昭和20年から1949年、昭和24年まで鎌倉文庫の重役として、 日本橋白木屋の事務所に通勤した時の経験が横須賀線車中の描写などに具体的に活かされ主人公が息子の嫁に児童の能面をつけさせる有名な場面には日本の古美術についての川端の造形や親しみが現れている山の音は同時期の千羽鶴と共に読売新聞の1951年昭和26年度読売ベスト3に 三島由紀夫の金敷、大岡昌平の伸びと共に選ばれ、同年度の芸術印象を受賞したほか、第七回野間文芸賞を受賞するなど、高評価され山の音を書いたことで、川端が横光リーを超えたという認識が分断内に起こった。高見淳は、はじめ川端は横光に追随指針を照らっていたが、いつの間にか自分の芝章を見つけてしまったとして、 川端の小説が、それぞれ西がそれだけで死んでしまっても良い完成に、達し入るとともに、各編の中でどこで切れても、それでいいように出来上がっているとし、それを敷衍した中村光雄は、横光氏の死50年の今日、死の作家としての評価はまだ定まらないにせ、旅収を書いた死より、山の音の川端氏の方が、少なくとも、 作家としての幸福は確実に所有したと言えると高評価している。山本健吉は最初の山の音の章が発表された際、このような孤独の深淵を見つめた作品をふと示されると良心的な作家の寒々とした魂を覗き見るようで恐ろしい気がするとして、もういびきを止めるときしか妻の体に触れることがなくなった信吾が妻に哀れみを感じる一文に、 死の霊清よな目と孤独の魂とを監督すると表し、その後さらに続きが発表されると、その著情と分析との一つの頂点が、雪国であったとすれば、山の音は第二のさらに高い峰だとして、そこには疑いもなく、日本の一つの家があり、老いの境界に固くした作者の古い日本への番化が、込められていると解説し、山の音を、川端氏の傑作であるばかりでなく、 戦後の日本文学の最高峰に位するものと位置づけている。山の音は、老朽に立った主人公の目と心とを通して、日本の敗戦とそれに続く戦後とが、日本の家庭に何をもたらしたかを表現している作品として、分断で高評価となり、川端の長編小説の中でも、文学的に最も優れた作品として感されることが、多い重要な代表作となったが、 その後も文章論や作中の個々のモチーフなどの様々な観点からの論評がなされている。なお、川端は山の音千羽鶴が高評価された後、このような引き伸ばしではなく、はじめから長編の骨格と主題とを備えた小説を私はやがて書けると慰めているとし、本当に書きたい作品が一つもできないで間に合わせはせの作品ばかり書き散らして、 よう去ってゆくことになりはしないかという危惧を表明して、敗戦から七年を経、全週十六巻を出し終わりつて、今は変わりたいと、切に願っていると語った後に、それを裏付けるような、湖、眠れる美女などの作品を発表していくことになる。三島幸男は、山の音を、川端作品のベストスリーの首位に上げることを当然と、し、もはや税源は要しまい。その美と聞きと、 芸術的完璧さは、すでに交換周知の事実であると述べ、同じく、ベスト3の2位に挙げた、ソリハシ連作、ソリハシ、しぐれ、住吉は、山の音の母体となった作品だとし、し、川端は、山の音から、ソリハシの連作を通じて、初めて、古典の血脈に触れ、日本文学の伝統に足を踏まえたと解説している。また三島は、文章の特徴について、 信号が山の音を聞き恐怖に襲われる場面の描写における頻繁な開業の技法をとの弦が突然切れた響きや精霊を呼び出すあずさゆの引かれた弦の音のようなものだと形容しそういった音の突然の断絶の効果のある音楽のない文章を一種の危機を生むものとして行を改められた文章の突如の変調と構成の乱雑さ恋の重複と 恋に叙述を前後させてあることが、死の恐怖が急に襲ってくる、危機を生む効果の原因だと解析し、初期作品、手のひらの小説から監修される、この技法が、この山の音の場面において、一層手が込んで、一層倉庫の味を帯びてきたと評している。中村光雄は、主人公の変遷の観点から、伊豆の踊り子、雪国がそれぞれ作者の青春の象徴、 中年の代表をしているとすれば、山の音には、川端康成の老年の姿が描かれている都市、小型一家の生活には、敗戦後の一時期の日本人の生活の苦しさが、どぎつい世相を離れて滲んでいると評している。また中村は、慎吾が菊子に惹かれるのは、容姿だけではなく、性生活などでは満たされぬ孤独に我慢強く、こらえている彼女の性格であり、慎吾の孤独な心の空虚に、 キク子の思いやりが届き、自分とキク子が同種族の人間であることを見出しているからだと解説しながら、慎吾がキク子に対して抱く、内に揺らめくものを厳しく抑制し、作者、川端は情熱の醜さを倫理の世界で救おうと試み、公職から昇華された恋を描いているとしている。佐伯昇一は山の音を廃線文学、追いたる課長、 破れたる課長の物語だとし、因果としての戦争小説の最も優れた達成の一つと評している。その一方、川島至るは、前後作の千羽鶴よりは、現実的な作品世界であることは認めつつも、戦争の与えた衝撃も浅く、主要テーマからは、およそ遠いとして、作品は、真吾の内なる山の音に象徴される死の予感と老山の性の、 中身が奥すぶり続ける生への憧れを主軸として展開されているものとしている。オチハ春は佐伯正一と同様戦後の状況を投影させた作品として山の音を捉え創作過程において戦争の傷跡を残した戦後の状況への作者の目が鮮明になってくることは否定できない。言葉を変えれば山の音は戦争をくぐり抜けなければ 絶対に書かれなかった作品だとして、前半から後半への変化を指摘し、朝鮮戦争の影響を受けて、朝の水の章以降、作中の戦後批評が明瞭になってくることを精密な読解で示している。またオチは、シンゴが花開く2000年前の連、大河ハスの新聞記事に関心を寄せることに着目し、シンゴが聞く子の中に宿っていた生命にかける思いに、 連続しているそうだと考察している。漢二寺は、さらにこの、落ちの指摘を敷衍し、このハスの話題が作中で二度も言及されている点や、実際に大河ハスが、新聞記事となった時間と作中時間軸のズレや、川端がハスの発見場所を、満州とわざと書き換えている点に着目し、川端と満州との関わりや、満州に対する愛着を鑑み、 川端が創造した満州発が中国古典や仏教文化と重なり、泥中の花、汚泥の中から生じながらも泥に染まらない高血で正常な花、家中蓮華、煩悩を帯に消化するのイメージに発展していると考察している。そして泥中は戦火を浴びた後の水火の苦しみの中の病的、墜落的な戦後の日本社会であり、それは周一に象徴され、 ハスの二つのつぼみは、キクコとキノコの二人の女性の中に宿る胎児を象徴ていると、久田二ジは考察し、ハスに関心を寄せる慎吾の再生への願いには、敗戦という現実の崩壊からの蘇生感を込めた、川端の思いが背後にあると解説している。村松剛は描かれている女性像の観点から、キクコが妖精のような、 永遠の少年の児童の面をつけて泣く場面に触れて、もしもその時に、慎吾がその児童面を剥ぎ取り、菊子を抱き彼女の肉体を得たとしても、永遠の余生の面は、そういう彼を哀れむように、やはりそこにあり、渇望は彼の心に残るはずである。そして、菊子も、その寂しげな表情を会はしまいとし、次のように解説している。また、村松や三枝やすたかは、 自動麺をつけた菊子を見つめる慎吾が、その麺を買って帰った日、自動麺の可憐な唇に接吻しそうになったことを思い出して、埋めきなれども、心の花の、まだあれば、という謡曲、外葉小町の一節を密かにつぶやくことに触れ、そこで慎吾が自身の老郷を小野小町の老いに重ね、その一節の後、小町が不草差尉に向かって、 たむけになどかならざらんと言い、煩悩というも菩提なりと続ける言葉が、自動面のキクコに苦しく向かって重なっているのを、川端が暗示させていることを指摘している。長谷川泉は、キクコが自動面をつける場面の導入部で、キクコが黒百合を持って、シンゴのいる座敷にやってくる点に触れ、黒百合の匂いを、嫌な女の生臭い匂いだなというシンゴに、 キクコがまぶたをあからめてうつむいてしまうのは、自動の面の観念的純粋さを呼ぶための創作上の技法のさえでもあり、あらゆる具象が射章され、女隊の持つ象をも射章される永遠の少年、自動面には幻想的な観念の世界のみ演出されるとし、面の目の奥から、キクコの瞳が信号を見つめているに違いないと信号が、冷静考えていることも鑑みて、以下のように解説している。 板垣信は、雪国の島村は、トンネルで遮断された世界の美しさと映す、レンズに過ぎなかったが、山の音を、死の告知とおののく信号の中には、満たされなかった愛の思い出が擁営してり、その欲望は、怪しく燃え上がるとし、山の音では、生きた人間として、主人公になり得ているとしながら、信号の自己抑制により、美しい愛の世界にまで昇華させていると返している。そして、 板垣は暗い鬱陶しい家庭の中の唯一の開かれた窓であり、慎吾の孤独のわずかな明かりである菊子を窓として見つめ続ける慎吾の心の空白感の無限の広りとそれに関応する可憐な菊子の寂しさが川端の言う日本古来の悲しみ、哀れな日本の美しさだと解説している。武田勝彦は山の音の主題を 道徳の基準も揺れ動く、戦後の日本に見られる、新しい生き方と古い生き方の相告を描き、その中に、人間の善意と良心の存在を問い、自由の意味を示そうとした作品ではないかとし、終章で、慎吾が、鳩の飛び立つ音を、天からの音と聞く場面を、聖書の言葉と関連させて考察している。富岡孝一郎は、慎吾と聞く子が飛び立つ鳩を見上げる。 天の音の場面が一瞬に共有した啓示のように見えるが、そこから救済の光は刺さず、自由の天空へ突き抜けるべき頂点は、山の音には現出しないとし、山本賢吉が、源氏物語に書かれざる、雲隠れの巻があるのと同様、山の音にも書かれざる、紅葉美の章が後考察したことを否定し、虚空を見つめる凍結した川端のリアリズムには、そのように、 作品の演環を閉じるつもりはなく、谷崎潤一郎の笹目雪のラストで、姉妹たちが満開の桜を見るように、最後に鮮やかな紅葉が秋の日に輝くような光景を、川端は決して描かず、美しい幻の儀式には、名前すらなく、盆栽の紅葉のミニアチュールな世界に影のように残留しているだけだと解説してる。そして、富岡は山の音の前に発表された。 ソリハシ三部作の孤独と大敗の底から仏界への憧れと記念が込められたあなたはどこにおいでなのでせうかという不在の母へ問いかには増加の妙である血筋や血縁を超えた幻の母が二つの姿として悲願の世界に想定されこのテーマが山の音にも引き継がれているとしながら随所に監視される川端の魔界を考察しているまた川端が 山の音執筆中、広島の原爆被災地で受けた衝撃の帰り、浦上局道の遠くも古い雪図を手に入れ、その絵を凝視していたことを鑑み、戦争の影を引きずる家族の日常を描く、山の音の崩壊の不安は、原爆の衝撃波と轟音がもたらす悲劇や荒野を、直接には描いてはいないが、信号が聞く不気味な山の音の響く地平から、日常の奥に隠された、 歪んだ時空間は荒ああれ、大敗と敗徳をにじませる少女の日々があるとし、山の音の作品世界の底から湧いてくる、単の様相は戦後文学のいかなる他の作家も描端へなかったものであると富岡は表している。今村淳子は川端が戦時中に現氏物語を単独し、戦後私は日本古来の悲しみの中に帰ってゆくばかりであると、 日本風な慰めと救い火を語った心情と山の音の修章で、慎吾が亡き義士の象徴である華麗なもみじを見に行こうと過去の同型の世界へ帰る姿の共通性を指摘しつつ、そこに込められた戦後の生の書し方へのモチーフが第一章の山の音と修章で慎吾が周一からも自分からも聞く子が自由だと宣言する時に聞く。 天の音が昇王するところに歌われているとして、その対照的な二つの音への展開が、慎吾の意識の変革を示すものだと解説している。そしてその後俳句に託した、慎吾の心境は、現実の中で苦悩した人間がある時点で得た悟りに、近い、東洋的定観であり、水の流れに任せてゆく、落ちの姿は、流転を続ける人間の姿の象徴だとしている。そして、 今村は、この山の音と天の音の聴覚によるモチーフ展開は、キクに対する慎吾の助長的な心の揺れに、がっちりした柱を与え、もう一つの美的世界を展開する、もみじの暮れないの照り返し、慎吾の愛の幻影等の視覚表現とも結びついているとし、慎吾は、時々、亡き姉の幻影を見ることで、現実の苦しみから一時の救済を図り、 過去の思い出へと自由に飛翔し、義志への立ちがたい、死母の念と原神の菊子への心の揺らぎが、過去と現実という形で美しく公共をしていると、表紙柄、信吾が菊子との危うい現実でのかかり割りを意識的に断ち切り、菊子を生身の人間から美の存在に置き換えようとするところに、愛するものを、 美的に消化しようとする川端の不可食愛の姿勢があると考察している。さらに今村は、慎吾の死と生の意識と戦争による人間の生と死の問題が作品のモチーフとして深く噛み合っているとし、孫の国子が低空飛行のアメリカの軍用機の音に驚く姿を見、慎吾が次の場面で数知れずにあったに違いない空襲で 爆撃死した願望の姿を無双し、そこからさらに聞くこの人工流山を、エンマハ氏の殺人では、中津田かと思いを馳せる、一種の操作を感じさせる、自由連想による、意識の流れ、三島幸男が名付けた川端独特の手法、突然のロマネスクに描き出されているとして、以下のように解説している。また、今も、新しい戦争が僕らを追っかけてきているのかも、しれないし、 僕らの中の前の戦争が亡霊のように僕らを追っかけているかもしれないという、周一の言葉や、家出し夫婦で侵入した日本総定協会副会長が孫に当てた、日本の独立の日は近くなったが、前途は暗淡たるものだ。戦争の参加に怯えた若い学生が、平和を望むなら、ガンジーのような無抵抗主義に徹底しなければダメだ。自分の信ずる正しい道に進み、 指導するには、あまりに年を取り過ぎ、力が足りなくなったという遺言の言葉を挿入するな。川端が、当時の社会情勢を取り入れて、現実の戦争と広く関わりながら、美を追求したところに、雪国には見られなかった、作品の深みと重みがあり、川端自身の敗戦体験や知人たちの死が書くとなった、再生の意識が、山の音の作品モチーフとなっていると、 今村は解説している。羽鳥哲也は、鶴田金也が、鳥の家の章で菊子を怯えさせる蛇、青大章を、慎吾の男性期の象徴だとしながら、蛇の卵の章の象者が、慎吾が一式化で、菊子に生ませた子供だという、逆オディプス説を論じたことについて、鶴田が、フロイト的な確率的な連想にとらわれ、その情景を、 よく読解していない点などを指摘しつつ反証し、その少女は、はっきりと周一の子だと、文脈的に書かれているとし、作品全体の文脈やテーマ的に見てもそうなって、いなければ、おかしいとしている。羽鳥は、パリの夫婦が、お互いの愛の持続のために、浮気相手を探すという周一の話、横光一の、欧州機構内で綴られているお信号が半ば、納得することや、 周一の浮気相手の戦争未亡人、キノコに、シンゴが、同情的で、米軍相手の勝負にさえも無限に非難しきれない点も、あることを挙げ、シンゴにとり、周一の浮気はキクコに近づくチャンスでもあり、周一も、キクコをシンゴに預けたまま、安心して、浮気をしていることをシンゴが感じ取っているとして、作品の中心テーマであるシンゴのキクコへの愛情が、周一の浮気と、 有機的に絡み合っている理由を明かしている。また、蛇の子が、可愛い女の悲しみや恨み、青大将が、菊子を脅かす同性、絹子の怨念の要素を持つものとして表現されていると、し、他の川端作品、蛇、卵や太宰治の、車用でも同種に見られる、日本文化の伝統の中に含まれる数々の蛇の、イメージについて言及している。 森本治は伊藤初代との婚約破断事件から生まれ、変遷していった川端の中の美信の像が川端の幼女黒田雅子への受け継がれていった経過の流れを考察しつつ山の音の嫁菊子の造形に雅子の存在があり、川端の雅子に対する抑えがたい母上が菊子を生んだとしている。そして菊子から葬儀される亡き騎士の造形には川端の重視、 黒が玉がある年、川端が幼い頃に、たまに手を引かれて見上げた、白い音が火の美しさの記憶と、反り橋の母の白い顎に涙の流れたのを覚えていますけれども、のぶや山の音で聞く子の顎から首の線がいいようなく洗練された、美しさと表現される箇所や、聞く子が自動面をつけて泣く場面の顎から喉へ涙が流れていく、描写の共通性、 政子をモデルにした、天寿の子の民子が泣く場面を挙げ、それらの類似点を指摘している。谷口幸男は、慎吾の年齢設定の明治二十年代前半生まれが、日本の溝の木工時代に生まれ、繁栄時代に人となり、敗戦を体験した世代だと川端が発言している。天野、慎吾の故郷が、新州という設定は、農村青年報告。 1940年の序文で川端が述べていた郷土愛の強さへの関心に基づくものだと考察している。さらに、作中で横光リ一の欧州機構が登場することに触れつつ、活色の面に誰かが似ているという慎吾のつぶやきは、川端が美について1950年の中で語られている横光への思いに由来すとして、山の音は横光が旅修、 1937年から1946年で試みた東西の文化の命題に川端が新たに取り組もうとした作品だったという見方も成り立つかもしれないとしている。マーク・ピーターセンは山の音の第二章、セミの羽にごく短い間、文庫本の約1ページに優しくという言葉が7回も出てくるところがあることに実著で触れており、同時に優しくをナイス。 グッド、ジェントル、カインド、カインドネスで表すサイデンステッカーの英訳についても紹介している。ピーターセンは、これらについて、仮に、その小説の病的に思われる部分が少々ヘルシーっぽくなってしまっても、このような優れた英訳で、小説全体としての重みが、まだまだ伝わるのは本当に嬉しいとしている。山の音、東方95分。モノクロ。 スタンダードを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。